ばんは。今日もショパンのワルツをお届けいたします。音のダイナミクスをつけて音楽用語に速度記号を理解して弾けるとピアノはとっても楽しくなります。ショパンのワルツをお届けいたしました。練習すれば必ず弾けるようになります。何度も何度も練習を重ねることの大切さ、必ず弾けるようになります。それではまだまだレッスンのご要望、ご意見、何でも受けたまっております。090-1136-4041、CUPI-MAKI-4041@gmail.com になります。それでは、皆様も。